ワンちゃんと飼い主さんがお家でできる自然派エステクレイパックをやってみました。シャンプーよりもマイルドで、犬の皮膚、人よりもとっても薄いんですけれども、それを傷めることなくですね、皮膚代謝も活発になって毛もふわふわに、そして飼い主さんのお顔もツルスベになっちゃう、そんな合わせ技を初公開します。ワンちゃんクレイパックは必要な皮脂を取りすぎないので、肌を傷めず匂いも解消、ミネラルたっぷりで紐もふわふわ、ツヤも出ます。今回使うのはベントナイトクレイ、クレイの中でもデトックス効果が高く、こちらワイオミング州の山から採掘されたままの 100% 天然素材、添加物、化学物質なし、地球のミネラルそのものになります。使用量はワンちゃんパックで大さじ4、飼い主さんパック分で大さじ1の合計大さじ5杯にしました。まず同量の水大さじ5杯加えていきます。少し置いておくとね、水分を吸っていきますけれども、混ざりやすいようにスパチュラなどでなじませていくと時間が短縮できます。でベントナイトクレイは吸水力が高いので、混ぜながらさらにどんどん水を足していきます。塗りやすい硬さは緩めのクリームぐらい、最終的に水の量は先ほど入れたクレイの 2.5 倍ぐらいなので、大さじ15ぐらいになります。全体にダマになっている部分がないように練っていきます。量が多いのでなかなか大変かもしれないんですが、あんこでも練ってる気分でしっかり混ぜてみてください。クレイは肌の老廃物を吸着して取り除き、肌の代謝を高めるのでデトックス効果抜群になります。で混ざったらフェイシャルパック用を別の容器に取り分けてください。お顔全体でカレースプーン2杯弱ぐらいですね。はい、右側のですね、こちらはワンちゃん用、これはこれでも完成になります。もうちょっとだけ足しておきましょう。はい、このぐらいですね。これがフェイシャルパック用。そして、次に取り分けたフェイシャルパック用の方を植物オイルを入れていくんですね。で今回は夏のダメージ肌におすすめのココナッツオイル、これを小さじ4分の1入れていきます。でこちらも練りながらクレイペーストとオイルをしっかり完全に混ぜてあげてください。でこの、オイルを入れる前に必ず、クレイと水分を混ぜてペースト状にしてからオイル入れてくださいね。そして、ローズマリー精油も3滴加えます。これは、それぞれのオイルの効果っていうのは概要欄にこちら貼っておきますので、ぜひご覧ください。そしてポイント、フェイシャルパックの方には肌当たりを優しくするためにオイル必ず加えるんですけれども、逆にワンちゃん用にはオイルを入れると紐にクレイが絡みついて流しにくくなってしまうので、絶対にワンちゃん用の方にはオイル入れないように、この点ご注意くださいね。はい、フェイシャル用の方もこのように練り上がってできました。でこのフェイシャル用の方ね、ちょっと手で触ってみましたよ。オイルが入ってなくてもですね、このベントナイトクレイはぬるぬる、トゥルトゥルっとした感じになります。バスルームの準備です。こちらパック後の流し用に人肌より少し温かい温度で浴槽にお湯を張っておくんですけれども、配管にクレイが入るのを防止するのに役立つのが100均で売ってるイヤーキャップ、これサイズぴったりなのであったら使ってみてください。では始めます。まずワンちゃんの体濡らしていきますね。この時にびっくりしないように足先から徐々に、シャワーを上げていってください。でこのね、肌までしっかりシャワーでゆすいであげることで、もうすでについているホコリとか余分な紐、これをねもう流していってしまうという理由もあります。でうちのコル君ですね、非常に毛量が多くて毛の巻きも強いので、特になんですけれども、しっかりゆすぎにはこうしてね、ボディにシャワーヘッドぴったりとつけてあげるのがいいですよね。で上からザーッとかけてるだけだとね、肌の方になかなかこう水が浸透していかなかったりします。あとは、あと強く当たってしまうということでワンちゃんに負担にもなりますので、こうして、ボディの方は特にですね、シャワーヘッドぴったりつけてまんべんなく
この水分行き渡るようにしてください。あとお顔の周りってね、嫌がるものですから、こうして優しく声をかけながら手で少しずつ濡らしてあげてください。でシャワー直接かけてびっくりしてしまったりすると、シャンプーするときに嫌なことされたっていう記憶になっちゃいますよね。デリケートな子にはもうこの嫌な思い出っていうのも特に残さないようにしたいです。声かけと飼い主さんの笑顔で安心してもらいながら行いましょう。では早速クレイパック塗っていきますね。面積の広い背中側からなるべく手早く塗っていきますが、便利なのがね、これシリコン製のスクレイパーを使ってます。これフライパンとかの油汚れを取り除いたりとか、クリーム状のものをきれいに取ったりできるキッチン用品なんですが、シリコンなのでワンちゃんの肌に強く当たったりしないし、しかも広く一気に塗れるのですごいおすすめです。でパック塗ったら手でこうしてもみもみ、マッサージを兼ねて地肌にしっかり行き渡るようにしてあげてください。そして塗り終わったらですね、少し時間を置きたいので体温が下がらないようにタオルを巻いてあげるといいと思います。ワンちゃん用のバスローブ持ってたらね、着せてあげるっていうのもいいと思います。でこの置いてる時間を使ってですね、私もお顔のクレイパック塗っちゃいました。ワンちゃんにクレイパック塗ってマッサージして15分、プラス飼い主さんのお顔パックで5分、合わせて20分ぐらいがワンちゃんクレイパックの時間になります。では、ちょうどいいのでワンちゃんの方を流していきます。パックを流すのはシャワーでもいいんですけれども、できればね、こうしてお湯を溜めてあげるといいと思います。でクレイを流しやすいのと、お湯に溶け込んだクレイが入浴剤の代わりのクレイバスになって、さらにワンちゃんの肌の新陳代謝を高めてくれて一石二鳥で、入れるときゆっくり怖がらせないようにしてくださいね。このように飼い主さんも一緒に入ってあげると安心してくれます。あとね、一緒に浴槽に入るメリットっていうのもあるんですけどね、後ほど。でお湯をなじませながらマッサージして流していきます。でこの時目や耳になるべくね、このクレイの混ざったお湯が入らないように、少しずつ慌てずに流してあげましょう。でコル君、実はね、初めての湯船だったんですけれども、どうです、ちょっとこうね、リラックスした感じになってませんか。でこうして、楽しい良かった経験っていう風になりますと、ワンちゃんもね、やっぱり、ね、お風呂好きになってくれますし、この時間っていうのがもう飼い主さんとのスキンシップの一つになっていくんですね。でこう声をかけながら、気持ちいいでしょーって、ねーいいねーなんて言いながらね、こう過ごしていきますと、ほらもうなんかチーンっておとなしい感じになっておりますね。でこの流していく時間、ちょっとゆっくりとっているの、これはこのクレイバスが温泉効果のようにもなっているんですね。一石二鳥でしょ。そしてしっかり流したら、上手だったね、偉かったねって声かけをしながら体を拭いてあげます。これもまたすごくいいスキンシップになりますよね。ほら見てください、さっぱりすっきりしました。そして先ほどの飼い主さんも一緒に浴槽に入るメリット、これクレイ足湯です。足のむくみや疲れが出やすい方、ほんとすっきりしますのでおすすめ。さあ、顔の方もですね、パック流しました。夏の肌疲れや毛穴に詰まった皮脂汚れ、クレイの吸着力で取り除けて、小鼻や顎もツルツルになります。ワンちゃんのケアをしながら飼い主さんの美肌パックからデトックスまでできちゃう、なんとも欲張りなお家でできる本格派ワンちゃんクレイパックでした。いかがでしたか。 100% 自然素材のクレイならワンちゃんの肌にも優しく、飼い主さんのながら美容と、そして美肌にもとってもいいんです。ワンちゃんとのスキンシップにも効果的ですので、ぜひ皆さんもお家でやってみてくださいね。